次、頭部解剖ですね。これは頭部は勝手にやると多分ぐちゃぐちゃになっちゃいますんで、頭部のやる時間があったら、うちの T、私に声かけてください。まずは1回、TA の人にデモしてもらいます。とか脳の取り出し方は、実際に、デモと、こっちの画面で映したりとかしてお見せしたいと思います。それから、脳と、鼻の周りですね。鼻の周りの鰓弁を、見るために、片側の鼻を、固定してもらいます。脳に関してはアルコールに入れてもちょっとおかしくなっちゃうんで、ちょっと今日ホルマリン用意してますんで、ホルマリン用のチューブですね。1.5ミリリットルのなんか白いチューブ、透明なチューブがありますね。その中で液体が入ったのと入ってないのがあります。それ用途違いますから気をつけてください。脳は液体の入った方に入れます。いいですか。それから、これから取る耳石っていうのは乾いてる方に入れます、ね、チューブの液体入ってる入ってないの気をつけてください、ね、液体の方には脳、空の方には耳石、ね、入れます。脳の幅ですね。いろいろ部位の長さを、これがこの縦のプリントにあります。中級の長さとか幅、収納の長さ、死骸の長さ、幅、腸脳の長さ、幅を伸びてね、低力に幅にしたんだ。で、脳っていうのは上から見ると、で一体これは多分皆さん残ってると思います。これ死骸ってやつなんですけど、長さはね、みんな分かると思うか。長さはこの方向、ここを測ってあげればいいよ。で、小脳は1個しかない。問題は幅、ね、幅は、収納ってあるけど、これ合わせた収納ってあるから両方測るっていうのもあるんですけど、今回片側潰れたりしてるのもあると思いますので、皆さんは今回、救急や、収納しないというのは片側を測るの一番太いところを測る、まあ、小脳は1箇所しかないからね、太いところで2個合わせたものは測る必要はありません。だから多少片方がね、息潰れててももしかしたら測れる可能性もありますし、この原子だけはもう認識できなくなっちゃってるかもしれない、まあ、その時には特定の耳石は両方取れると、10番のステップにやってもらいます。片方しか取れなかった人は残念ですけど、今回耳石は、他の標本を見てもらうことになります。もちろん両方失敗したら見ようがないんでダメですね、まあ、どうしてかというとこれせっかく今回取ったやつで耳石の分析正確なやつでね、プロにお任せして耳石のデータを取りたいんで、2つ取れた場合は片方は学生さんにもらってもいいんですけど、片方はプロに回すということで我慢してもらいたいと思います、ね、
まあ、両方失敗したら、まあ、それはまあしょうがないと、ね、いうことになります。で、もしも両方取れた学生さんは、短い方のスライドグラフですね。短い方のスライドグラフを実体顕微鏡の下に持ってきまして、で、片方の実績をここにポンと端っこに置きます。端っこに置いて、ピンセットで裏表を押してみまして、このさっき言った裂孔というね、なんとなくコーヒーの豆みたいなね、なんかこういう筋が見える方があります。この筋が見える方を上に して今回固定する。で、前の方に瞬間接着剤がありますから、耳石よりもっと小さいぐらいの一滴、あんまり耳石が、接着剤が多いときれいに磨けませんので、極力少ない一滴をど真ん中に置いて、で、この上下の向きですね、変えないようにこの裂孔という方を向けたまんま、こっち側にポコンと耳石を、押し付けてください。でそれで明日まで固めて、明日、削って観察しますよということになります。昨日の耳石はこの連行というのを上にして、貼り付けてもらいました、ね、でこれを最後実体顕微鏡でもう一回見て、ちゃんと連行が上になっているのを確認してください。で、自分が取った耳石が右の耳石なのか左の耳石なのかを、見てもらいたいと思います。これのチェックの仕方は、まず連行があると内側だと話しましたね。内側からこの線が入るのが刺され込んでて、連行がある側が内側です。それから下の方が少し、尖ったり伸びれたりしていることが多いです、ね、それからちょっとこの図は明るくなって下の方が体の下腹側にある方が比較的連行よりこの部分が厚くなっています。出っ張りがあるか、あるいは厚い方、こっち側が、下になります。ですから、裂孔で、内側か、内側かどうかを見てですね。で、それで、裂孔の上下で、出っ張りとか、ここの厚さを比べることによって、右の耳石なのか、左の耳石なのかというのを推測することができます。もちろん、個体差によって、非常に微妙、この辺が、同じようになって識別するものの場合もありますけど、その場合は識別するものと書いてください。ただこの出っ張りがなくてもここは厚さで大体分かるんじゃないのかな、ね、ど真ん中にこの連行がある場合は珍しいと思います。これで、自分のやってる実績が右なのか左なのかというのを書いてください。これがデータシートのですね、例の、2個1個で書いてますけど、1個で観察したのが右か左かっていう、ここにね、耳石がありますけど、例は2個取れたか1個取れたかってことになったんですけど、さらにプラス右か左かっていうのね、耳石のところには自分の観察したの、2個の人だけですね、かけるの1個とか0の人は、右の左もかけないと思います。今度その耳石の、標識を調べていってもらいたいと思います。両方はそのまま顕微鏡で挟んで、スライドグラフで挟んで、リング状の構造っていうのが、ね、今見えると思いますけど、耳石っていうのは、まあ、多分皆さん昨日見て分かったと思いますけど、表面から見るとただなんか白いゴツゴツしたものにしか見えません。ですけど内部構造はこのように
に同心円状の、まあ、ちょっと角っていうのは複数あるんですけど、こういう同心円状の形に、なってます。それで、今、まあまあね、実際にこれ、方角がある方を上にして、スライドグラスがこんな風に、くっついている状態なんですけど、これをひっくり返して、ひっくり返して、ヤスリで削るんですけど、ガリガリヤスリで削って一気に削ってしまいます。そこで耐水ペーパーというね、まず白いバット、白いバットにもうすでに配ってあるのかな。で、グレーの耐水ペーパーという紙なしを引いてもらいます。で、ここに、たっぷり水を、たっぷり半分以上ね、水を、入れしますね。水の中でやるからって、あの湿式、湿った湿式研磨というの、ドライバー湿式研磨という方法をやる。で、これを、ひっくり返してね、スライドグラスを上にして、ついたりしていくよ、このような状態で、水の中に、沈めてあげて、静かに磨いてあげる。で、これ、まず磨く前に、まずは実体験用で、磨く前の状態を見てください。で、この中でまたサササササッと軽く、水極力水平にして、撫でるようにまず、少し削ってあげます。でそうすると一部、削ってみると思うんですけど、その状態で顕微鏡を見てみてください。で顕微鏡を見てみると、この角がね、露出するちょうどこの辺に来るぐらい、要するに角がきれいに見えて、きれいにリングが見えるような状況まで、磨いてください。引きすぎるとダメだし、手前すぎるとボケてしまって、あのちゃんと映らないので、まあ、手前でね、呼んでくれてればまだもうちょっと手作りかなと思っているけど、過ぎてからはね、もうはい、お願いしますので、あの見に行ってもらいたいと思います。これから、あの顕微鏡にね、載せるときには、これ見るときは実体顕微鏡じゃなくて、これも生物顕微鏡で見てもらいます。この部分だと同じものですね、見てもらいますけど、それで、顕微鏡のステージに載せるときね、極力薄い部分を取り除いてから、あの載せてあげるようにしてください。キムダブルもう一つだろうなと、ね、はい。で、温度標識があるかないかというのを見てもらえばいいと思います。まずはエラをね、取る。第1、第2、第1、第2って書いてますけど、第1がきれいになっていれば、第1採球だけでいいです。エラは左側の一番外側のやつを根元の方から切り出してください。で、エラはですね、まあ、今日はこの内側の鰓耙というのを調べるのがメインなんで、でこの鰓弁、これをね、そのまま明日分析するんですけど、このまま固定器に入れると固定器が結構、固定器じゃない、保存液がぐちゃぐちゃになっちゃいますので、この赤い部分をね、ハサミでも何でもいいですから、これかなり落としてから、糸プロピュアルゴールに入れるように、してください、ね。血の成分があると、きれいにアルコールが回らないので、この鰓弁の方を切り取って、回してください。
栽培、機能栽培を通して栽培を見たと思います。白い骨の内側のポケトケを実体検証、目がいいとは言われても構いませんけど、実体検証で確認しながら、一度は実体検証で拡大を見て、数えてください。胃の鼻の、組織、球房、鼻嗅覚の草って書いてあるね、球房を取り出したと思います。取り出す、その周りのね、ちょっと黒っぽいなんか、丸い塊みたいなやつを、周りの骨と一緒にブロック状にして、入れ込んだと思います。それを、ボトルから見つけ出して、実体顕微鏡で覗いてみてください。それで、吸盤と言われる、そのひだの数がね、何枚、視認できるか。非常に根元の方に小さいやつもありますからね、できれば正確に数えてもらいたいと思います。